ジョン・スカリーはアメリカ合衆国の実業家。ペプシコ社長とアップルコンピューターの社長、CEO、会長を歴任した。PDA という造語も作った。1939年、アメリカ合衆国に生まれる。彼の自伝の中では、14歳の時テレビのブラウン、管に関する発明をしたが、すでに特許が出ていた。それが、後のソニーの鳥にトロンであったと語っている。 ブラウン大学に進学。ペンシルベニア大学、ウォートンスクールで MBA 終了後、ニューヨークの広告代理店に職を得た。その後、当時の妻の父で、ペプシコーラの養殖にあった、ケンドールの誘いを受け、ペプシコ初の MBA 終了者として入社する。スカリーは、ペプシのコマーシャルに、マイケル・ジャクソンを採用したり、ペプシチャレンジと言われたブランド名を隠して、 複数のコーラを飲ませて、ペプシのコーラが美味しいと伝えるコマーシャルなどの手法を使った。そのようにして徐々にコカ・コーラを追い上げていたことが要因の一つとされる、コカ・コーラ社が味を変更した試みである入ー,ークの失敗が大きかったとされるが、ダイエットペプシのヒットなどもあり、ついにはコカ・コーラを抜いてアメリカの炭酸飲料マーケットで主位を取る原動力となった。 この頃のスカリーが当時のペプシコ社長ロジャー・エンリコの書いたコーラ戦争に勝ったに登場している。1981年アップルコンピューターにマーケティングに優れた役員を探していたスティーブ・ジョブズが当時ペプシコーラの事業担当社長をしていたスカリーに白羽の矢を立て18ヶ月にわたって引き抜き工作を行った。この時スカリーを口説くために 彼が述べた言葉である、このまま、一生砂糖水を売り続けたいのか、それとも私と一緒に世界を変えたいのか。英語、Do you want to sell sugar a d water for the rest of your life, or do you want to come with me and change the world? スティーブ・ジョブズは、有名な一説である。1983年、スカリーは、アップルの社長に就任、ジョブズとのダイナミック、デュオと呼ばれた体制に移行した。 1984年1月には、マッキントッシュのデビューに立ち会い、順調に経営が進行するように思われた。しかし1984年のクリスマスシーズンに需要予測を誤り、マッキントッシュの過剰在庫に悩まされることになった。この第四四四半期で初の赤字を計上、従業員の1、5にあたる人数の削減を余儀なくされた。 アップルの経営を混乱させているのはジョブズだと考えるようになったスカリーは1985年4月にマッキントッシュ部門からの退任をジョブズに要求取締役会もこれを承認したスカリーはこれでオ便に済むと考えていたがジョブズはスカリーが北京に出張している間にアップルから追放することを画策したこのことはジャンルイせいにより事前に スカリーに密告された。翌1985年5月24日の取締役会で、ジョブズの格索をスカリーが問いただし、スカリーとジョブズの一方を選ぶように他の取締役に告げた。取締役のほとんどはスカリーを選び、ジョブズは5月31日にアップルでのすべての仕事を剥奪された結果辞任した。ジョブズがアップルを去ったのに前後して、 1985年6月25日に、スカリーとハードウェア担当責任者であった家政宛てに、マイクロソフトのビル・ゲイツから AT、AT&T、ヒューレット・パッカード、ソニーなど有力メーカーに、マッキントッシュの OS をライセンスするべきで、自身もその手助けを惜しまないという内容のメールが送られた。ゲイツは自社での OS 開発凍結も考えていたほど、本気だったようだ。 スカリーは OS ライセンスの可能性の調査を指示したが、合成を筆頭に技術陣から猛反対を受けて、この提案は闇に葬られた。この判断は後々、スカリー最大の失策とも言われた。スカリーはマッキントッシュ以外にアップルの柱となる製品が必要だと感じていた。スカリーは1987年に実著の中でコンピュータの未来像として、 ナレッジナビゲーターというものを描いていた。一方、火星が許可を受け1987年頃ニュートンと呼ばれる次世代コンピュータ開発のプロジェクトが始まっていた。スカリーはこのニュートンに自身のナレッジナビゲーターを感じ取り、ニュートン開発に力を入れるようになっていった。技術担当の火星はマッキントッシュの開発に集中すべきだと考えていた。火星は マッキントッシュの外部ライセンスに反対の立場を一貫して取り、また自身が開発許可を与えたにもかかわらずニュートン開発にも批判的でスカリーと対立して失脚。1990年に彼がアップルを去るとスカリーは自身が技術者でないにもかかわらず CTO に自分を任命した。1991年には アメリカが衆国大統領選挙で、ビル・クリントンの応援演説も言った。スカリーは、もともとは共和党支持者であったが、クリントンの掲げる政策が、シリコンバレー及びアップルの利益になると考えての行動であったと本人は述べている。一時副大統領候補にも名前が挙がったが、2回の離婚歴が問題になったとも言われ果たさなかった。1 9 9年大統領の座にいた、 クリントンの就任の一般教書演説の際、ヒラリー・クリントン夫人の隣に陣取っていた。さらにクリントンから、商務時間の誘いがあったが、スカリーはこれを断っている。1993年、アップルを AT&T に売却する交渉をする。一方で、自身は IBM やアメリカンエキスプレスからトップ就任のオファーを受けていた。また、 1993年8月にロストンで開催されたマックワールドエキスポでニュートンメッセージパッドを出荷するとこのプロモーションに力を入れるようになった。ニュートンや政治などマッキントッシュに力を注いでいないスカリーにアップルの取締役会は不審の目を向けるようになり業績が大幅に悪化したこともあって1993年10月ストックオプションなど 1> 約1000万ドル相当の退職慰労金を手に CEO を退任しマイケル・スピンドラーに譲った。スカリーはスペクトラムの会長兼 CEO に就任したが、スペクトラムは株主訴訟の真っ只中にあって株価不正捜査の疑惑が持たれており、1994年2月にスペクトラムを退社。1995年弟らと共に投資コンサルタントの スカリーブラザーズを起こした。1995年、ライブピクチャーの CEO に就任。1997年6月に、同社会長に就任した。ありがとうございます。